ガソリン直噴エンジンとは燃料であるガソリンをシリンダー内に高圧で直接噴射するガソリンエンジンのことである。東内噴射方式と呼ばれる。ガソリン直噴エンジン50から350気圧という高圧のガソリンをエンジンの吸気工程から圧縮工程にかけてインジェクターからシリンダー内に直接噴射し、 点火プラグによる火花放電により着火するものである。世代によって以下の分類がなされる。シリンダー内の気流を利用して点火プラグ付近に燃焼可能な混合比の層を形成することでシリンダー内全体としては空燃比2 1から55,1の超リーンバーンを可能にしている。リーンバーンにより以下の理由で燃費が向上する。ポンピングロスの 低減非熱比熱費改善冷却損失改善また、高負荷時は、出力空燃費付近での燃焼へ切り替えて、吸気工程でガソリンを噴射する。この際、ガソリンの気化熱によりシリンダー内の吸気が冷却されることで、充填効率が向上し、高出力が得られる。燃焼モード切り替え時には必要とする、吸入空気量に大きな差があり、 また切り替え時のトルク変動を抑えるため、スロットルバルブの動作には、電子制御スロットルを用いる場合がほとんどである。気迫燃焼時の排出ガスは、酸素型の状態にあり、従来の三原触媒では、NOX の還元作用が期待できず、リーンバーン時には NOX を急増し、理論空燃比よりもリッチな状態になった場合に、還元する NOX 還元触媒が必要となる。 排ガス規制の緩かった初期のガソリン直噴エンジン車では、花をつく独特な匂いの排出ガスを出すものがある。理論空燃日下での燃焼を行い、燃費や出力の向上だけでなく低排出ガス化を図ったガソリン直噴エンジンも増えた。希薄燃焼を行わない場合でも燃費に有効なのは下級吸気を利用し、エンジンの排気量を小型化する。 ダウンサイジングコンセプトと相性が良い、ことだ圧縮比化が可能体ノック性の向上によるものである。世界初の実用となり直噴ガソリンエンジンとしては、第二次世界大戦中において、ドイツでメッサーシュミット目109用に開発された航空機用エンジン呪文 210G がある。現代の自動車用エンジンとは異なり、主目的は、 工事以下での燃料の安定供給と下級機による高ブースト圧状態での高出力化のためであった。この技術はドイツのボッシュが世界に先駆けて完成させたディーゼルエンジンの無機噴射システムの応用である。その後、ダイムラーベンツにより開発された DB601 エンジンがメ1 0 9に搭載されたため直噴ガソリニエンジンとしては こちらの方がより有名である。またこのエンジンは日本でもライセンス生産されている。航空機用エンジンで自動車用エンジンに先んじて実用化できたのは航空機は自動車と比較してエンジンのスロットル操作の頻度が極めて少ないからである。これを自動車用としたものが戦後の1954年メルセデスベンツ 300SL に搭載されている。 ただし明らかに当時の技術では無理があり、燃料ポンプは点火を止めてもエンジンが停止するまでガソリンを噴射し続けたため、シリンダの壁面からオイルが洗い流されてしまい、頻繁なオイル交換が必要になるという問題が生じた。1990年代以降は、 電子制御スロットルの技術が確立したため、三菱自動車工業のグディを先駆けとして、各メーカーが次々と直噴エンジンを投入することとなった。三菱以外には、トヨタ自動車の D-4、ホンダ技研工業のアイビテックア I、日産自動車の Neo D、マツダの自主ターボ、自主、欧州では、フォルクスワーゲングループの FC、TSI、 メルセデス・ベンツの CGI、アルファロメオの JTS などがある。これらは、初期は、リーンバーンを前提としていたため不具合やススの、問題が多く発生したが、その後技術の進歩で、00年代半ばには、ストイキでの直噴も可能となり、弱点を克服していった。特に海外では2000年代以降、年々厳しくなる排ガス規制や燃費基準に、 対応するために、均質燃焼タイプの直噴エンジンを採用するメーカーが増えてきている。また大排気量自然吸気エンジンを消排気量、下吸気付きエンジンに置き換えて、パワーと燃費をバランスさせる動きが、欧州メーカーを中心に一般化したが、その際下吸気との相性が良く燃費の向上も図ることができる直噴技術は必要不可欠なものとなってきている。 日本でも2010年代半ばからダウンサイジングコンセプトを受けた小排気量下級機付きエンジンを搭載した車種が多数登場し、今では欧州同様大衆車から高級車まで展開されている。一方で、排ガス規制等との兼ね合いやメンテナンスの難しさなどからポート噴射再評価の機運もある。メーカーによっては直噴とポート噴射を併用し、 ポート噴射でノッキングを起こさない程度の燃料を横混ごし、均質化した空気をシリンダーに吸入させ、シリンダー内のインジェクタノズルによって噴射した微量の燃料に添加することによって、燃料を完全燃焼させるという方法で、直噴エンジンの燃費の良さを生かしつつ、カーボンの発生を抑えるという工夫を凝らしている。またいわゆるストロングハイブリッドにおいては、 走行中のエンジンの停止時間、再始動が多いため PM を発生させやすいこと、直噴を用いずとも十分な燃費とパワーを得られることから、ポート噴射を用いるのは古くから一般的である。日本メーカーの動向としては、日産では一時は大排気量エンジンに直噴を積極的に採用していたが、排出ガス規制に適合するため一時期ラインナップから消滅。 その後技術的進歩などによって、再び採用を始めている。トヨタでは以前は一部車種の一部グレードに限定して、直踏みエンジンを搭載していたが、現在はダイナミックフォースエンジンを含め、主力ミニバンやコンパクトカーのコンベンショナルモデルに広く展開している。また12代目クラウンなどに搭載されるグレーン型、V 型6気筒エンジンでは、 ポート噴射と直噴を併用する D-4S を採用した。現在レクサスブランドの車種でもグレーン型および UR 型エンジンを搭載したモデルは信頼性が優先される LX、GX を除き D-4S を採用している。マツダでは直噴の制御性の高さを利用したアイドリングストップシステム、iStop。 またミラーサイクルとの掛け算で圧縮比14-1を実現したスカイアクティブ G など積極的に展開しており現在ではスポーツカーのロードスターも含めたすべての自社製乗用車が直噴エンジンとなっている一方でダイハツ工業はコスト増加を嫌い00年代半ばを除きポート噴射のみを採用し続けている ボッシュの開発したピエゾ式インジェクターにより数回に分けた噴射灯と空間混合が可能になり従来の清掃燃焼時の問題がいくつか解決されたその技術は現在メルセデスベンツや BMW のエンジンに採用されている第二次世界大戦中ドイツでメッサーシュミットボーイフレンド109用に開発された倒立 V 型12気筒航空機用 エンジンジュモ 210G に使用される。L3VDT LFVDU 外な排出物の発生を抑えることができるため、直噴の恩恵は2ストロークエンジンにおいてより高まる。従来の2ストロークエンジンでは、吸気時に排気口が同時に開くため、排気ガス中に未燃焼ガスが含まれるのを避けることはできなかったが、直噴により解決する。 一般市販の自動二輪車では、イタリアのビモータによる、500VD で採用され発売された。スピードメーターのメモリも、時速 320km まで刻まれており、500cc でありながら110馬力、トルクは9 0キロと当時のオートバイ専門誌で、インパクトのある記事が掲載されていたが、 実際には制御用コンピューターはじめ多くの点で技術的に不完全なところも多く期待されていた性能は出なかったこともありモデルチェンジの際に通常のキャブレター仕様になっている低圧空気式と高圧式の2種類の直噴が2ストロークエンジンに使用されているオーストラリアのオービタル社が燃料と空気の混合儀を燃焼室に噴射するエンジンを開発した 空気は膨張して燃料は8マイクロメートル系の油滴になる。他の直噴形式では油滴は20から30マイクロメートルである。オービタル社のシステムはアプリリア、ピアジオ、プジョーとキムコのスクーターと洗外機の製造企業であるマーキュリー社と東発によるボンバルディア向けに使用されている。1990年代初頭、フィヒトシャワ 高圧噴射式の2サイクルエンジンを開発した。噴射装置は他に類を見ないもので、高圧ポンプを持たずに閉鎖された燃焼室で噴射する十分な圧力を得ることができるものだった。船外機の製造会社であるアウトボードマリーンコーポレーションが1995年に許諾を得て1996年から船外機を製造している OMC パーチェスト A コントローリングインタレストインフィクトイン1998ヤマハ発動機も、また、高圧直噴エンジンの船外機を開発した。コロラド州立大学の支援を受けて、非営利企業のエンビロフィットは、東南アジアにおける大気汚染を減らすため、オービタル社の開発した技術をもとにニストローク自動二輪向けの改造キットを開発した。世界保健機関は、 東南アジアと太平洋において大気汚染によって毎年53万7千人が死亡していると報告している大気汚染の原因となる1億台に及ぶ2ストロークエンジンのタクシーと自動2輪の排気ガスを改善する2ストローク方式のレシプロ内燃機関は蒸気クランクケース圧縮式の他にルーツブロアによる強制送機を行う ユニフロースカベンジング式が存在する。かつてはバストラック用及び電気式ディーゼル機関車用として一世を風靡した中型高速ディーゼルエンジンの一形態であった。クランクケース圧縮式同様吸気の吹き抜けが起き、またクランクケース圧縮式より構造上複雑になるため市販車用のガソリンエンジンには使用されていない構造だった。しかし、 直接噴射式であれば、吸気吹き抜けによる未燃ガソリンの放出がなくなる。この方式でガソリン直噴エンジンを開発するメリットとしては、4ストロークエンジンと比較した場合、従来キャブレター式やポート噴射インジェクター方式に、比してトルク不足となることから、コンパクトカー、軽自動車クラスのエンジンの開発が難しかったが、 爆発回数が倍になるためトルクが増しトルクの増大、消費気量化が可能となる。2ストロークエンジンとしては、クランクケース圧縮式と異なり、4ストローク期間と同等のクローズした、潤滑系統になり、エンジンオイルを燃やすことがないため、排ガス浄化の面で有利になる。といった点がある。このことから1980年代後半から、BMW、トヨタ自動車、 ダイハツ工業などが研究、開発を行っていた。しかし、クランクケース圧縮式と異なり4、ストロークエンジン同様のバルブ機構があり、しかも再一シー化が難しく、オフに甘んじなければならない。また同一回転数での爆発回数が倍になる、ことから、回転数の限界が4ストロークエンジンに比べて、低いなどのデメリットから、BMW。 トヨタ自動車はエンジンの一応の完成まで見たものの、その後はその技術を4ストロークのリーンバーンエンジンへと応用したに止まった。ダイハツ工業は2003年に車両本体まで完成したコンセプトモデル I を東京モーターショーに参考出展するが、これも市販化には至っていない。マツダは RX-8 に搭載された13倍と、 MSP エンジンをベースに直噴火の研究を進め、排気量を拡大させた 16X という直噴火を取り入れた試作エンジンを公表した。しかしもともと吸入、排気ともサイドポート化されたロータリーエンジンはススの発生が多い傾向にあり、直噴火によってそれがさらに悪化すること、 燃費の向上がわずかであったこと、スポーツカーブームの終焉やリーマンショック以降の不景気により、開発は中断された。ありがとうございます。